白山文化博物館は、岐阜県郡上市白鳥町にある博物館。白山信仰の全城堂の美の馬場であった、長岳白山神社、潮流寺、及び旧、白鳥町の資料の展示、収集、保管を行っている。白山信仰に関する文化財展示室、地域の民族に関する歴史民族資料室、ふるさと生活展示室がある。文化財展示室には、 長岳白山神社や潮流寺が所蔵する国の重要文化財を含む文化財が保管展示されている。歴史民族資料室には九条一揆に関連する資料などが保管展示されている。長岳白山神社にある滝放殿は別施設であるが白山文化博物館の別館といえるものであり、共通入場券もある。近隣には長岳白山神社、長流寺、 道の駅白山文化の里をさたき、若宮治む古建などがある。長崎白山神社、白山文化博物館。神社博物館辞典ウェブ版。国学院大学大学院。2021年6月2日閲覧。郡上市公共施設適正配置計画さん。社会教育施設。郡上市。2021年6月2日閲覧。白山文化博物館。 株式会社トータルメディア開発研究所。2021年6月2日閲覧。長竹白山神社像、小瀬戸公遊兵士、潮流寺像、総藩一彩領、木造社未行剣像など長竹白山神社の社家。ありがとうございます。